バルデス半島はアルゼンチンの中部州にある半島で大西洋に面しカルロスアメギの地境で南アメリカ大陸本土とつながっている。特色ある動物賞で知られる長方形にも見える形をした半島である。面積は約3625平方キロメートルであり、かなりの部分がユネスコの世界遺産に登録されている。最寄りの町はプエルト・マドリンである。 半島の北部にはサンマティアス湾が南部にはヌエボ湾がそれぞれあり、この二つが半島の主要な湾である。東側にはより小さい入り江であるバルデス湾もある。半島には塩湖が複数あり、しかもその最大のものは海抜よりも40メートルも低い。これは南アメリカ大陸の陸地では屈指の低さである。一帯の気候は冷量である。また、 アンデス山脈に遮られていることから雨が少なく乾燥している。その一方でこの半島は海から様々な恩恵を受けており、工述するような動物症の形成にも影響している。歴史的にはこの地域で暮らしてきたのはテベェルチェ人である。そのことは彼らが加工して使っていた矢尻がほじった手に穴を至るところで見られることからも明らかである。 バルデス半島の衛星写真、バルデス半島の景観と、南ゾアザラシ機構の特色に加え、塩湖が多い地形のせいで、植生はまばらであるが、それらの植物が、パタゴニア地方に、特有の豊かとは言えない、動物性、つまりは、パタゴニアウサギ、グアナコ、チコハイイロギツネ、スカンクなどを育んでいる。これに対し、海岸で暮らす、海生動物の種類は、 多様でかつ豊かである。そのため、中部州は、一帯の陸地、空域、周辺三海里の海域を、バルデス半島自然保護区として保護している。一見すると環境は不毛で陰鬱なようであるが、海岸線は多くの動物たちを引きつけており、それが、観光客のみでなく専門家たちも共嘆させてやまない、優れた生態系を作り上げているのである。鳥類も多く飛来し、 66種の渡り鳥を含む181種の鳥類が確認されている。南セミクジラのホエールをウォッチング色分けるか、保護計画のおかげで、南セミクジラの生息数もゆっくりとではあるが、回復傾向にあることが確認されている。ヌエボ湾とサンホセ湾には5月から12月に訪れ、外洋よりも静温で暖かい湾内で、生殖行為や出産を行うのである。その時期に、 メスのクジラに気に入ってもらおうとして、オスたちが繰り広げる、求愛のパレードを見ることができるので、ホエールウォッチングは重要な観光事業の一つになっている。ここ、バルデス半島は、捕鯨により激減した南セミクジラの回復が、いち早く知られ、現在に至るまで、最も重要な繁殖地の一つとなっている。マゼランペンギンバルデス半島の、アルマジロバルデス半島では他にも、 南ゾウアザラシ、ハレムを形成するオタリア、ペンギン、ダーウィンデア、ウ、南オセグロカモメなども見られる。セミクジラ以外にもクジラ類は見られ、ハラジロイルカやイロアケイルカ、ラプラタカワイルカなどをはじめとした貴重な小型種、さらには、世界でもここのみで確認されている、砂浜に突進、乗り上げて、オタリアを捕食する、シャチの個体群などが知られている。バルデス半島は、 南セミクジラや南ゾウアザラシの重要な繁殖地となっていることなど、特にその海岸や沿岸部の動物賞の豊かさや重要性が評価され、1999年に自然遺産として登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。IUCN による登録物件のカテゴリーの内訳は次の通りである。 ありがとうございます。